うーくん。はい。うーくんに、確認したいことがあります。パスでーす。はーい、パスでーす。スライムでーす。スライムでーす。スライムちゃん。私と1ヶ月前に、賭けをしたのを覚えているか？私とあなたで、ある賭けをしたんです。約1ヶ月前の今日。それがなんだか、君は覚えているかな？何のことかな？ヒントは、充電器チェックというワードだ。私には何を言ってるのかわからないよ。とぼけられちゃ困るわ。私と約束したじゃない。私と何をかけたか。それはね、もし、あなたの持ち物の中に一つなくなっているものがあったら、私がベントレーを買ってもらえる約束をしているんだ。領域展開。領域展開ね。うん、領域展開で、くせくせくせは。何のことかな？何を言っているんだ？一ヶ月前、あなたは、なんか、でかい充電器入れと、充電器のようなものを買って、その中にいろいろと詰め込んでいたな。あなた、大きくしたいから。それに対して私は、絶対に、貴様はそれをなくすだろうと断言した。そしてそれに対してなくさないと言ったんだ。そのための充電器入れだ。そうだ。それをなくしたかどうか、それを今日はチェックさせてもらいたいと思っている。なぜ今日なんだ。今日が約束の1ヶ月だからだ。何のことかな。ウー君どうなってる？本当に実際は。いや、本当のことを言うと、うん、分からない。俺も開いてみるまでどうだろうっていう感じ。え？今ここにあるの？これね、なんかかっこいいカバンとか入れ物とか買ってるじゃないですか。ホットサンドプレート。きっちゃ。でしょ？うん。どういうこと？いや、これここに、うん、間になんかシュッて焼けるの。っていうアウトドアグッズ。は？焼けるの。これ電源入れたら。嘘だ。そんな嘘では私は騙されないぞ、バカか。今一瞬騙されましたよね。でも。え？本当？薄？ MacBook です。いや、わかってますけど、ホットサンドプレートって言ったでしょ？ MacBook でした。いや、MacBook なのは知ってるけど、ホットサンドプレートっていう名前の iMac、MacBook だと思ってたの、私は。どういうこと？アップルがホットサンドプレートっていう Mac を出したと思ったの？そう、出た Mac、ホットサンドプレートみたいな。あ、そうか。今回の型なのかと思ったの、普通に、うん、ちっちゃい。はい、ってことでした。はい、ということで、そんなことはさておき、いや、以上じゃなくて、充電器ケースどこですか？もうサブちゃんの取れたかいいっしょ。もうサブちゃんの取れたかいいっしょ。主題が全然終わってない。これ、鍵なんだけどさ、鍵なんだけどさ、鍵キーズがついてる。いい、全然大丈夫。その情報大丈夫。キーが切れる。滑舌どうにかして。あ、うーくん今日かっこいいね。フェンディローマ着てるの？ないんだね。なくしたんだね。さあ、これがどういうことかわかるかな？甘かったな。あ、リリリリリリ、ある。そして中には、いいのだな。別に取ろうとしてないけどさ、中身がどうなってるのかなって話。もう一回確認しよう、うん、ここの中にその時の指定の写真のものが入っていなかったら、私に車を買うという賭けをしたんだ。で、入っていたら、入っていたら何もない。入っていたら何もない。だって物をなくさないのは当たり前だからだ。いや、結婚指輪をなくした私に言われて本当に腹が立つと思うが、そこは一旦忘れてくれ。申し訳ない。行こう。チェックしてくれ。行きます。うん。おー入ってる。はい、入ってる。充電器だけ合ってる？うん。充電器が入ってればいいの。こんなのは使わない、なくすって言ったんだよ、私が。はい、やりましたー。やんねー。賭けに勝ったんだ。賭けに勝った。俺は賭けに勝ったんだ。
当に1ヶ月前に本当に本当に頑張ったね。頑張ったよ。物なくさなかったね。これを買ってうーくんがなんか張り切って詰め込んでたの、こうやって、うん、でこんなもん買ってこれごとどうせなくすよって私が言ったんですよ、うん、したらじゃあいいよかけようぜみたいな感じになって車をかけたのよ。車かけるのやばい、ね、車かけるやばいだろ、うん、治安悪い。確かにそれがうっすらあったから俺を大切にしておいたのかもしれない。うん、うん、こうなんか頭の片隅にあったんじゃない、うん、大事にしなきゃっていうのが。じゃあ一旦セーフということで。ちぇ車買ってもらいたかったぜ。甘かったな。でもこの賭けをすることは、うん、いいことだと思う。もう一回賭けようじゃないか、何かを。ここで今約束しよう。なんだ1ヶ月後それとも1年後にするか。いや1ヶ月後だと大きいものを賭けられない。1年後はなぁ、ちょっと2ヶ月後にしよう。2ヶ月後、うん、どっちが試されるってこと？いや私が試されるの、うん、今度、うん、あーちゃんってなんだろう、何試そうかな。この2ヶ月で何かができなかったら何々みたいなことでしょ。いや予言しよう。あーちゃんはね結構携帯なくすんだよね、うん、この2ヶ月以内にあーちゃんは携帯、財布、鍵のどれかをなくすと思うよ。いいじゃないか。あーちゃんはそういう大切なものを大砲のようにたまにドカンと発射する時がある。めちゃくちゃ大事なものをね。うん、いや君もそうだけどね、車の鍵に関しては。まあ俺は大砲も鉄砲玉も発射するから両方あるよね。うん、私は結構本当になんかめっちゃすごいのなくすよね。うん、そしたら俺にじゃあサウナに無条件に行っていい券を10枚もらう。いいよサウナ券ね。うん、じゃあ私が2ヶ月以内に車の鍵か家の鍵か財布か携帯どれかをなくしたらうーくんに無限サウナ券をあげるよ。よっしゃいいよ。2ヶ月後ね。うん、じゃあ今で予定に書いとくわ。よし、4月の4日です。はい、ってことで。はい、よろしくちゃん。じゃあ2ヶ月後ガン首揃えて待ってるんだな。望むところで首を洗って、足首を洗って、陣中も洗って、歯茎も洗って、全部洗って待ってるんだな。うわっ半端ねえタイミングだったな今。じゃあはい。